はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は、解説動画として、金徳の査定効率についてちょっとお話をしていきたいと思います。自分の動画の中とかでも、この金徳は査定効率がいいっていうようなことを言ったりするんですけれども、そもそもその査定効率がいいっていうのはどういうことを言ってるんだっていうところをね、ちょっと説明していこうかなと思います。で、そうするとまたサンプル君がいてですね、この人は野瀬君で現在の総合力 C の65なんですよ。で、要はまあ査定を伸ばすみたいな話になってくると、ここの、総合力 C65 っていうのを、数字を伸ばしていくっていう形になるんですね。そこら辺の話は、初心者解説動画の、査定についてっていうのが ありますので、そちらを見ていただくんですけども、今回はそこから一歩、進んだ、金徳についての、お話をしていきたいと思います。で、じゃあこの野瀬くんの総合力 C65 っていうのをちょっと覚えていただいて、特殊能力は何も取ってないです。で、今ね、取れる特能が、ちょっと金徳を見ていくと、まず電光石火っていうのが、取れて、あとはアーティストと、一級入魂と重戦車で伝説のさよなら男と、内閣筆打ですね。この6種類があって、で、骸骨の、骨レベルはあったりなかったりっていうような感じになってます。で、これは別にあったりなかったりの方がすげえ説明しやすいんで全然いいんですけれども、じゃあまず、一つずつ、金徳を取って、この総合力 C65 がどこまで伸びるのかっていうのをちょっと見てみましょう。で、そうするとまず電光石火を取りますと、で、電光石火もうめっちゃ重いんですよ。とりあえず取りましょう、経験点はあるんで。はい、取りました。で、そうすると金徳は、必然的に、骸骨の盗塁20丸まで取ってプラスして電光石火がつくというようなところになります。じゃあこれを、取ったらどうなるのかっていうと B の72なんですね。 C65 から B72 になりましたと。ああ、なるほどなるほど、総合力が伸びましたと、金徳を取ったんで。じゃあこれをちょっと一回外します。で、骸骨も外しますと。で、そうするとまた、C の65、さっきの初期値に戻りましたと。で、電光石火取ったら、B の72まで伸びましたと。で、じゃあちょっとアーティストを取ってみましょうと。で、そうすると、パワーヒッターも必然的に取れるんですけど、アーティストを取るとどうなるのかっていうと B の72になります。これ全く同じですよね。で、ただ経験点を見たときに、その骨レベルっていうのもあるんですけど、電光石火は要はこんだけ経験点使って B の72と。で、アーティストについては、とりあえず筋力はそこそこ、使うんですけれども、電光石火ほど重くはないと。あ、ごめん、盗塁がついちゃったね。盗塁は外して、B の72と。じゃあこれアーティスト取った方が良くない？経験点少なくて済むからっていう話になってくるんですね。で、また C の65に戻して、じゃあ同じ感じで1級入魂も取りましょうと。で、72と変わらんと。で、じゃあ重戦車取りましょう。で、重戦車は体当たりのコツレベルなしで、金徳だけ取ると安いですよね。71と、ちょっとだけ、って言っても1だけですよね、変わるのは。はあ、はあはあと。で、伝説のさよなら男も、これもコツなしで、来てます。さよなら男は71か、変わらんなあんまりと。で、あとは内閣筆打も取ると72と。もうほとんど変わんないんですよ、金徳取るとその伸びっていうのは。だったら、単純にここの総合力今の C65 を伸ばすっていう方向だけに特化すると、要は安い経験点で金徳が取れるもので固めると、ここの C65 の数字がどんどん伸びていくっていう話に、なるんですね。で、そうすると、基本的にはこの重戦車とか、あとは、ないんですけども、ヘッスラの、上位の金徳の、気迫ヘッドとかを取っていくのが、査定効率がいいというような、形になります。で、もう一つなんですけれども、じゃあこの金徳単品で見た時の、査定効率っていうのもあるわけなんですね。で、じゃあここは、パワーヒッターを取りましょうと。まず
でパワーヒッターだけを取ると、まあ C の69に伸びましたと。C65 から C69 になって、じゃあ、アーチストをここに乗せると、69から72になるんですね。69から72になるってことは、アーチストだけの、効率を見ると、70、71、72の3なんですよ。で、それはまあパワーヒッターがそこそこ、査定が高いからという形になります。で、同じ感じでいくと、じゃあ体当たりを取りましょうと。で、体当たりを取ると C65 から C66 の1しか伸びないんですね。で、そこから、重戦車という、筋力35の精神9数、これしかもコツレベル1なんですよ。これを取るとどうなるのかっていうと、66から71まで伸びるんですよ。で、66から71まで。で、しかも35と9の経験点で取れて、これだけ伸びるっていうのは、重戦車っていう筋特が、まあ、いかに優秀であるかっていう、その査定の話だけね、査定の話だけでいくと、いかに優秀な筋特であるかっていうのが分かると思います。なので、重戦車をくれるキャラは、まあ、比較的査定を伸ばしやすいので、まあ、いいキャラですねと。ちなみにこの重戦車はウド君を連れてきてます。でウド君は重戦車を確定でくれるので、まあ、かなりいいキャラですと。でそこに、ホムラちゃんを、まあ、ちょっとね今回ホムラちゃん入れればよかったかなと思ったんですけど、ちょっと入れてきてないんですけど、ホムラちゃんを入れてくると、要はヘッスラの、上位、気迫ヘッドをくれるんですけども、まあ、通常のイベントで体当たりの、ね、コツもくれるんですよ。でそうすると重戦車が、まあ、ちょっとではありますけれども、まあ、安く取れると。でかつヘッスラも、安く取れるんで、査定効率的にはもうこの2人だけでかなりいい状態になってます。でそれを考えると、まあ内角筆だとかも比較的、まあ、これちょっとねインコース丸のコツがレベル5であるんですけれども、そんなに高くない金徳になるんで、まあそういう金徳はねどういうものになるのかっていうのをちょっと探していって、まあとにかくこの総合力だけを伸ばしたいっていう人に関しては、もう安く取れる金徳、もう金徳なんてどれも一緒なんで。でそうするとやっぱりこの電光石火っていうのはね、あんまり好まれてないっていうところですよね。これだけ盗塁のコツ3があってこれだけかかるんで、電光石火はちょっと重いですねというようなところになるんですね。まあ、ただこれはあくまでも査定だけの話になるので、実用性を考えると電光石火ってやっぱり、素晴らしい、金徳になってて、まあ説明はねざっくりとしたことしか書いてないんですけど、盗塁がものすごくうまく投手に動揺を与えると。でここの投手に動揺を与えるっていうところが、まあ、なかなかミソで、要はもう一塁に出ていると投手のねスタミナのね消費量が多くなるんですよ、電光石火持ってると。っていうのがね、まあ、なかなかそれは、肌で実感はしにくいとは思うんですけれども、まあ、極論するとスタメン全員電光石火持ってると投手めちゃくちゃ疲れるっていう、まあ、そんな感じですね。で、まあ、もちろんねアーチストも持ってれば、アーチストって弾道いくつになるの？ 4.5 とかになるのかな。パワーヒッターを持ってると弾道 3.5 になるんですよ、強振にした時で。アーチストになるとさらに弾道が、まあ、上がるんで、まあ、これも持ってるとホームランが打ちやすくなるというような形になってます。で1球入魂についても、まあ、初球につきましてパワーとかミートが上がるのかな。で同じ考え方でいくと、まあ、ヘッスラの、上位金徳の気迫ヘッド、これって1塁に滑り込む時じゃないですか。まあ、使うかって言われたらどうでしょうね。要は気迫ヘッドあってよかった、間に合ったっていうのはそうないと思うんですよ。で重戦車も、クロスプレイになった時捕手を跳ね飛ばすっていうことなんで、これもねあんまり頻繁に起きないと思うんですよ。で重戦車あってよかったっていうシーンは、まあ、なかなかないと思うんで、実用性にはちょっと乏しいかなと。まあ、どっちをね目指すかはそれぞれ人のスタイルっていうのがありますので、まあ、それに合わせて、作っていけばと思います。で、まあ、この総合力をね伸ばすと、チャレンジのねチケットがもらいやすくなるので、 S9 とか S7 とかから8あたりになってくると PSR 補助券とかもねもらえるようになってくるんで、まあ、とりあえずそのチャレンジだけを達成したい人に関しては、軽めの金徳を集めると、ここの総合値、いわゆる査定が、伸びやすくなってきますという、
形になります。というようなところで、まあ、今回は、まあ、この査定効率、金得について、まあ、お話をさせていただきました。まあ、ここら辺をねちょっと理解していくと、まあ、効率よく選手を作っていけるのかなと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。